どうも、アクシャのタカ。シュタチョだ。おい、チュッです。はい、ということで皆さん。はい。寿司 vs 牛丼 vs ハンバーガー2000キロカロリーハイブイ対決。今回はね、ジャンルを分かれた2000キロカロリーハイブイ対決をやっていきたいと思います。やってきたことがなかった。そうですね、まあ、2000エグいますけど、エグいよ、めちゃめちゃエグいです。こちら、くら寿司です、うん、はい。まあ、サーモンとかエビとかですね、食べやすいやつらだ。こちらハンバーガー4つ、マクドナルドのね。こちら牛丼すき家ですね。はい。まあサイズはメガ盛りと牛皿です。でこれ全部、まあちょっとのね差はあると思うんですけど、まあ数十の差なので、はい、2000キロカロリーずつあります。はい。これは今からじゃんけんでどこを担当するか決めます。そうなんですよ。まあ全てジャンルが本当に違うので、まあ、得意分野不得意あるよ、うん。いや、これはやばいと思うよ。これはちょっとまあさすがに規格外だなとは思う。少なく見えるけど、マック4って結構あるよ。でもこの言うてさ、ここのビッグマックとこのね、サムライマックはきついけどさ、この2つはなんかさ、あっいかないこれ食ったらきついがもっときつくなるよ。まあこれは、まあこれでも40巻あるんで、俺とタクが挑戦して50巻。そうね、あれ結構かかったもんね。あー、かかった。俺めっちゃかかったんだ、マグロで。じゃあ待って、待って、めっちゃ気分寿司だったのに牛丼になるね。早いな、心変わり。これ違うけどね。せーの、最初はグッジャケンポイ、アイコーショー。こういう時勝つんだよな、俺。最初はグッジャケンポイ。うわー、こういうマックはちょっと俺すげえなと思う。マック行きましょう。マジか。ちょっと規格外だもん。牛丼より楽だと思うんだよ。流し込める感じ言ったら、そうこうなると俺を抑えるそうなのよ。しろちゃんはどっちの方が早いのかを考えなきゃいけない。こっちは多分遅くても15分以内から20分以内で食われちゃって、そんなの無理だよ。10% 10は切るし、10切りそうなの。牛丼。おお、目の前にやるやつね。じゃあちょっと寿司の方が不安だな。いきますか。まさか目の前にあるものをやるとはね。こんにちは。じゃあ早速やっていきたいと思います。それではいきます。はい、というわけで準備の方が整いました。はい、よし。めちゃめちゃきついと思います。マジで本気のガチのガチですよ。それでは2000キロ早食い対決、よーい、スタート。いただきます。うまっ、うまっ、うん、あれこれ、あーもううまっ。マグロに比べて全然うまい。うん、怖い。うんうんうん、お、これビッグマック。右でも料理って生えてたはず。うん、全然まだまだよ。サーモンエリアが終わります。ブーストかかっちゃうじゃん。うん、うん、エグチいきます。あと俺肉だぜ。あ、待って、早し。うまっ。うん、あ、そうか。うん、うん、パンパンすぎる。うわ、やば。どうしよう、どんどん膨張。やばい、ラスト照り焼きだぜ。踏ん張ろう。俺まかるっというか、あー生すぎる。やべえ、入れやがったラスト。マジかい。はい、ごちそうさまでした。やばいって、お前空気抜かないとやばい。あーやべ、苦しい。余裕だな、
マジでやばいやつや。あいつ余裕だな。うわ、あやめてまで。でもまださ、言うて特盛りも食ってないよね。いや、特は食ってるよこれ。やべ、うわ。よし、来た、抜けた。うわ、入れた。うん、はい、ごちそうさまでした。こっからは颯くんのソロプレイで。でも見たってこれ。頑張れよ。颯くん頑張って。結構まだあるよね。もう思うだろ。10ぐらいあるよね。あるな。え、お手上げ。ああ、え、出る出る出る、マジでやばい。え、そんなきつい？やばい、本当にやばい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、記録の方をね、まあじゃあ、3位からいきましょうか。え、いねえから。あー、曲なし。あー。じゃあ、タクシーのタイム。はい、9分24秒。結構いいタイムだ。いやでも8分いけた気がする。タイム6分33秒。やばっ。え、俺と2、3分の差があるってこと？3分。いやでもね、食べてる時にうわ5分切れたらなって思って食ってたけど切れなかった、そしたら6分過ぎちゃった。いやー、勝ちたかった。いやータクすごかったマジで。いや俺もあの覚醒入って、いや正気あれ遅いなと思って。遅いな言われてますけど。いやでいつもなんかあれ、俺でも肉サラ俺もう2つ終わってまだ半分ぐらいしてる。いけんな俺でも。やっぱ失速してきつすぎて。あなんか。ハイデグはここできるか分かんないですけども。待ってよかった。違うじゃあ、あれで。首じゃん。とで。実質の首。デザートとかだったら。あいいね。デザートとかシュークリームとかそういうさ。それをなんか次回やりたいと思います。はい。では次の2000キロカロリー対決でお会いしましょう。エスト。バイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、はやてくん今度やる2000キロカロリーの時は復帰を待っております。次回のアクシエンターズは僕らの地元野田市の名物ホワイト餃子の餃子、誰が一番多く食べれるか対決しました。この餃子めちゃくちゃ美味しいので、明日の動画を見てね、もし食べたいと思った方食べに来てみてください。それでは明日もお楽しみに。